なんかちょっと左右のバランスおかしかったですね。ノーと同じステージ2回連続。さあアルゴル対アイビー、助かったところアッパで、おっとここでクリーンが入る。アンビー空中ヒットからのきっちりケージ決めて、1本目取ったのはリッキーさん。スカー角、はい、今のところリッキーさん結構アッパー食らわず距離感を保って戦ってる感じですが、あとここで3B カウンターゲージで吐いてこのダメージ、横須賀角からこのダメージ、ダクは回避、ゲランから浮かし直して、まだゲージはないのでダブルアップ。最後は横切りでとがめて取り返したアトマさん。チャットの方で煽られてんの大阪さん。さようなら天さん、こんな感じですねと言ってる間に、さあ投げは抜けている、体力若干リードはアートマ最初の技、おっとここは左右に球を打ったの真ん中コースでいったが、さあ痛いの入ってこれは KO と。リーチをかけたのは、アートマ最初のプロですね。この方レガシーからやってらっしゃるので、さあ下段、おっとダークステ読まれて椅子に座されてしまった。しかしゲージがない、おっと変な当たり方した。下段はしっかりしゃがんでいる。さあ起き上がり、下段ガード、きっちり体が勘入れて勝ち上がったのは、今アートマ最新アートマ取りしてる